ありがとうございました。ちょっと今はコーナーは私の音楽を物語風にしてお届けしてきたんですけど、いかがだったでしょうか。私にとってもですね、今お送りした曲たちは思い入れの深いものばかりで、なので皆さんにもね、その日常とか思いを、重ねながらね、聴いていただけたらいいなと思って、そんな気持ちで、歌いました。最初はね、10年前デビューした時は自分の中にある気持ちだけをそのまま放って、世に放って、どうだみたいな感じだったんですけども、そこから、こんな自分でいいのかなっていうのをだんだんやっぱり思い始めて、その後さらにいろんな人と関わっていく中で、あ、人と関わって生まれていく思いもあるんだなということでですね、曲が変わっていくという、それがすごく私熊木あんりだなと思うわけですよ。って言ってたらすごい静かになってきたね。ということで準備ができてきたようなので座りますが、でようやくね、10年目にしてちょっとだけ周りのことも見えるようになってきたのかなと思いますということで、それではアルバム光の通り道から、お送りしたいと思います。からもらった私そのもの、それだけ。いっそのこと、それ以外手放せたらいいな。誰の言葉でもない、心にガードが降りる。頑張れと言われる前に口をついだ。頑張ります、でも足手まといな言葉なんだよ。二の次私超えてきた気がする。その度に失った自分らしさもあるだろう。言葉の力に負けたの。
仕方ない頑張ります。大切なものは自分で見つける、私そのもの、それだけ。闇雲な頑張りに、人目を気にしなくていい。持つべきものはいつでも頑張ります。どうもありがとうございます。頑張ります。聞いていただきます。